東京無線タクシー法は自動車、所属車両東京無線共同組合は東京都23区、武蔵野市、三鷹市を営業区域とするタクシー会社によって組織されている共同組合である。東京無線もしくは公式名称である東京無線タクシーでも知られている。タクシー無線グループとしては国内最大規模。1961年にそれまで 各タクシー事業者が独自に営業していたものを複数社が協力した一括廃車を目的に東京上西旅客自動車事業協同組合として発足した。2020年10月現在50社5 5営業所が加盟しており、加盟事業者には他の無線グループとの同時加盟や独自無線の使用を禁止している。2020年4月現在3706台。 無線車3507台。アプリ配車を通じて、同業他社との業務提携が2021年4月を、目処に推進中。2010年3月に、新宿区百人町2の18の12へ新設した、本部ビルに加盟各社による、理事会並びに公術部署が組織されており、理事長は2018年6月1日に、前任の宮園自動車、 河村康史理社長から実用工業、坂本敦社長へ交代した。本部、事務局、営業部、無線室、編集教育指導部、編集2011年7月現在、グループとしての保有車両数はカーナビシステムと連動したデジタル GPSAVM 車3995台と非無線車573台の総計4568台。 黒塗りハイグレード車、もしくは車体全体を緑色ベースとし、下回りにオレンジ色のや、側面に白色帯を採用する塗装の一般車が存在する。いずれも屋根上に東京タワーをモチーフのとした暗度を備えた共通の外装で営業する。都内の一部高架下現在、高輪可動強化の道路は工事のため完成するまでの干歩行者用道路になっている。 大田区中央東海道本線作リガード、足立区柳原東部鉄道伊勢崎線ガード、江東区北ス内中島貨物線、第二八上門ガードで、クラウンコンフォートコンフォートのアンドンが接触し破損する、事態が多発したためサイズの見直しを行った結果。また過去には、機械式立体駐車場の車高制限対策として、頂点部をマグネットで脱着可能にしたものがごく少数製作。 装着されたことがある。過去の車種に比べて車高が低くなった現代では通常タイプでも接触せずに通ることができる。黒塗りハイグレード車はグループ全体の保有台数のうち25%の転換を目標として2007年度より導入。2010年12月現在で約820台を保有している。車種、編集2017年現在で使用されている車種を 以下に示す。トヨタ自動車製、日産自動車製、現代自動車製また以前には、トヨタ自動車製では、コロナクラウンエステートエスティママーク2ブリッドシエンタが、日産自動車製では、ブルーバードグロリアクルーが、ツダ製では、ルーチェカスタムキャブが、三菱自動車工業製では、デリカなどが使用された経歴がある。 通常の乗務員とは別に乗客へのサービスの向上と安全確保のため次の上級乗務員、資格制度を導入している。また制服は、ジャケットが緑色、ベスト並びに、ズボンがグレーとなっていたが、黒色ハイグレード車導入により、上下ともに黒の専用制服を制定。2014年4月に、一般乗務員も含み黒色制服へ統一と、被服規定を変更し、 2017年3月に従来の制服は廃止となった。なお乗務員資格によってネクタイの色が異なり、一般乗務員用は園児色となる。サービスリーダー、編集1986年12月制定。2012年1月現在332名。各社からの推薦によって選抜された乗務員で指導員資格を所有。 通常の乗務以外に新任乗務員天井教育、非行為の未然防止並びに指導、乗り場整理等を行う。服装規定はタワーリーダーに準ずるが、ネクタイがタワーリーダー用ネクタイに赤の刺繍ラインが入った専用品となるほか、乗務車両の前後にはサービスリーダープレートを表示する。タワーリーダー編集2001年1月制定。 2012年1月現在3558名。大口無線顧客から安心して乗れる。サービスが良い。事故がない。以上の3点要望により誕生した乗務員資格制度。以下に該当する要件を満たした場合に第1、選抜基準を得ることが可能となる。さらに、各事業者の推薦を得て本組合主催の地理試験で100点満点中80点以上。 取得すれば合格となりタワーリーダーの資格要件を満たす。その後講習を受けて初めてタワーリーダーとなり以下の営業上権利を得ることができる。またサービスリーダーも含み一般乗務員とは服装規定で以下の相違点がある。台場畜線抜乗務員編集2014年制定。上述したサービスリーダー並びにタワーリーダーの うち本組合による選抜試験に合格した乗務員に発給される資格で以下の無線廃車を受ける権利を得られる。2017年10月現在で運用中廃止された専用乗り場タワーネットワーク加盟会社グループ2014年6月現在全国120社約5700台チケット提携会社グループ詳細は公式ウェブサイト 東京無線タクシー組合概要ご払い式、タクシーチケット提携会社一覧を参照。2011年には、チェッカーキャブ無線共同組合と提携、業務の統合による合理化で共通乗車券の発行、装備品の共同購入、無線配車の統合、運転手教育の一本化などを実施すると報じられたが、2020年に、 工日の発表があるまでの実績は2012年4月より共通乗車券の発行2018年より双方の接客コンテストを勝ち抜いた乗務員による最終戦タクシーサービスチャンピオンシップファイナルの共同開催をしたのみであった2020年10月29日2021年4月1日より開始されるチェッカーキャブ無線共同組合との業務提携の 概要が発表され、ことが示された。なお、チェッカー側のアンドンに関しては提携開始となる2021年4月1日より1週間程度で交換される予定となっている。時期は明らかにされていないものの、遠くない将来には、共同組合の組織そのものの統合も視野に入れているとしている。また、業務提携に伴い、 東京無線側でもチェッカーキャブで導入された S ライドに対応することが期間決定されている。東京を舞台にしたテレビドラマでタクシーが登場するシーンでは東京無線のタクシーが登場する頻度が高くバラエティ番組などでも露出が多いグランツーリスも4のクレジットにレーシングパーツメーカーなどと同等に表記される。2001年にリリースされたエブリィリトルシングの楽曲 フラジャイルの PV に相模交通の車両が登場する。ありがとうございます。